やろうぞやろうぞやろうぞってやろうぞ、野球つくの、野球つくをやったらこっちをやりたくなる野球あそ、もっとプロ野球チームに対応した野球あそ。テレテレテレイ、バックホーム本人突入、コリジョン違反ですね。キャッチャーがあのベース板の前にいるから。遊ぼうネット、野球つくで作った選手を自分でプレイしながらできる、やこの野球遊なんですけど、まあちょっとね、いろいろちょっとまずさっき一回取ろうとして全然対戦するチームが選定できてなかった。もうめちゃくちゃやり込んだから、このなんか755って書いてあるでしょ、これ異常なんだよ本当。一人でこれ全部集めたからな。一回試合なんかペナントすることに集まる選手チームなんだけど、もうこんなことできるんですね。もうオールスターカープを作ろう、選手セレクト、オールスターカープを作ろう、 OB からね、カープ OB を集めまくろう。でん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 、アニア総八、池谷そんなに知らん、カープ江夏、大野、川口、本当に合ってるか、怪しいぞ。川端純ってカープじゃなかった、違うか、怪しいな。北別府、キタル、キウス、この人カープじゃなかった、違う違う違う、怪しいな怪しいな。この辺はカープの選手じゃないかな、かな、ストコバ、俺のこの薄い野球 OB 知識でカープ OB を集めていってますけど、星野、堀内、真柴、松浦、松岡、三沢、水野、皆川、宮田、この辺はまるで8時半の男だよな。森重今監督だもんな。こんなところかな。本当あのカープの好きな人からしたらこんなもんじゃねえぞって言われそうだけど、キャッチャーもカープ OB キャッチャー達川しか知らんぞ。いるのカープ。若菜は阪神か、違うな。カープ OB 小早川、松原、矢沢、山本浩二はカープ関係ないか、ロッテの山本浩二だなこれはな。セカンド大下剛がいるじゃん。正田、トマシの弱い。まあトマシのあれだもんな、別にその選手としてはあれだもん、あれだよ、指導者としてみたいな感じだもんね。衣笠いるじゃん。怪しい。どこまでこれしっかり調べてくれよかったな。調べてきてよ、来たら高橋良子。荒井ってあれか、これ阪急かな、やっぱりいるかな。カーブ OB だけで外野固められる。どうなんだろう、栗山がいる、栗山が外野足りんかもしれん。カープの外野で有名なのがトマシノと間違えてる可能性ある。長崎、長島、広田、広野、福本、松本、美濃田、屋敷、カープ OB 外野、山本浩二しか、山本浩二すごいけどな、 ASSA だけどな、もう好きだしって感じだけど、カープ OB 横田ってこれだよ、あの今阪神の横田のお父さんだよ。
ダメだ、あのちょっと出てきません、カープ OB が。なのでここだけは、あのここだけはこの現実カープが取ってこよう。尾形、金本取ってこよう。あと前田も。こんなもんでいいでしょ、あとキムタク。タリン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 。ならついでに野村健二のも連れてこよう。あとは新井さんと東出、キャッチャー西山、一応西山かな、西山の方が有名かな。ピッチャーは笹岡、もう黒だ、笹岡黒だ。あと、まあ、レジェンド感のある選手、カープレジェンド感のある選手。高橋健、あと一人。山内、有効投法、山内。よし、作った作った、決定。これ作るのに6分ぐらいかかったな。新しい時代だ。まあまあそんなに時間かかりやせんよ、かかりやせんはずよ。いや、かかるわ、絶対かかるわ、30分ぐらいかかるわ。試合の動画が面白くないかもしれません、見てる人は。ただあの本当に俺の作ったカープとこのおそらく現役と OB を混ぜこぜにした最強カープ、この対戦ちょっと面白いものになるんじゃないかなと思います。アザラシカープ対レジェンドカープの試合、先行はコンピューター DH なしでやっていきましょう。球場は市民、広島市民球場、ナイトゲームです。相手の強さは激強、コールド5点にしよう。エラーあり、怪我あり、天候はまあ晴れがいいな、雨やだ、風あり、よし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 、楽しみだもちろんこれ最弱ですね、これを最強にしてやるような、そんな甘っちょいプレーをするつもりは鼻からない。尾形 BBAA、 いいですね。 CDBA、 まあまあまあ、オズボーン BCCC、 ちょっと小笠原 BBCB、 キャッチャーとして使うにはかなり不安がある。オペス BCCE、 走力が下がってる。浅い CCCC、 キムタクの方がいいか、守備考えたらキムタクだな、はっきり言ってな。キムタク。まあでも、現役、その、シーズン戦ってきたのと、うん、参考しよう。すごいよ、金本、CAA だよ。ちくわざも、BBB になってるじゃん。CCBBB って、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。よし、やるぜ。相手はですね、セカンド、翔太が1番、尾形が2番、衣笠、山本浩二、高橋、前田、小早川、達川というね、非常に強そうな、レジェンドカープですね。赤ヒル打線を形成しておりますね。弱そうなのは金も高木ぐらい、高木でね、弱そうなのが達川くらいしかいない。でれれれれれれれ、こっちのエースはミンチーです。いやー、体が覚えてる、やっぱ焼きつくは体が覚えてる。ボール、これね、どうやって投げてるかっていうとですね、コントローラーのあの R ボタンで引く感じで、 R ボタンを押すと投げれるんですね。ですがどこに投げてるのかって一見よく分かんないように見えますけど、あのコントローラーにあるパワーメモリにどこに投げるかが表示されてるんです。ですからこのかなり際どいところにも投げられるし、対戦中はそこは見られないようにできる。尾形拾って。おい、弱くないか俺。翔太の足が S だってことをすっかり。よし、外角狙ったけどそこまで伸び。衣笠31本102打点11通り、足もまあまあ、これは取れるぞ、取れ。まあ1点ぐらいいいでしょう、初回の失点、まあ、まあまあ多めに見ようじゃないか。無理、小笠原にはさせん。
山本浩二怖すぎる問題。よし三振。高橋義彦。よし。10分か。20分来たらそこまでにして後半っていうふうにするけどいいかな。エナツ。相手のエース、相手先発エナツ。もうこれ長いわ、絶対長くなるわ。俺がただ楽しみながらこの試合するだけのゲーム実況になっちゃう。楽しみながら楽しいなぁと思う。このねバッティングのシステムが非常にね、あまり日の目を当たることはなかったんだけどね、優秀なんです。まず R ボタンを押すとテイクバックする、そして離すと振るというね。あ、三振だ。引く、離すの一連の動作でこのタイミングが合うとこういう風に 青白く光るんですね。だからこの相手のピッチングフォームに合わせて引いて離すんだけど、これストレートのタイミングを合わすとストレートには合うんだけど、カーブは大きくタイミングずるくるから、この一定のリズムじゃ振れなくなるというね。リズムが大事なんです。リズムがそういう風になっている。ですから1個ボタンをポンと押すだけで、でなんかそのパワープロとかスプロスピとか、まあ、あの手のゲームだと押すともうスイングを指導して振っちゃうけど、これはそうではない。ちゃんと相手の投げるタイミングに合わせて、タイミングに合わせてあのバットを引かなくちゃダメだというね。だからカーブなんかもタイミングを狂わされて三振があるっていう、割とあのリアリティのある三振ができるんですね。間に合え。あのスポットあるのあれかな、ちょっとあれかな、ズルかな、ない方がいい、ない方がいいかな、そこまでリアルにしない方がいいかな。確か変えれたと思う。ガイド、落下地点表示なし、ボール標高高表示なし、まあ、これぐらいやっても俺は勝てるぐらいの自信はある。守備、外野守備もうね相当ハンデ戦だな。ただ相手はエナツ。初回から3三振なんで実だな。いいよ、いい球投げるじゃない。内角高めの、絶対にヒットにできないコースに。当たらないね。これはもう、ある程度相手の投げる球に絞らないと、本当にひどいことになるぞ、これ。ということになるぞ、これは。コンピューター相手にコテンコテンにされちゃうぞ。見える。多分エナツのスライダーとはこれあのほぼマックスになってるはず。フォークもな、ストレートのタイミングで振るともう手もつけられんな。フォークももう見切れんもんね。多分スライダー低め、まあ、ピッチャーだからな。外すら、いわゆるアウトドア。まあ、素人さんの守備をしてしまう、お披露目してしまう。また慣れてないからね。落下地点見えなくてもできるっていうところを見せてきただけなんです。いいところじゃない。まあね、守備なんか関係ない。守備が楽しいんだけど、焼きつくね。焼きかすとね。楽しいんだけど、まあ、ピッチングでね。よーし。はい、盛り上がってます。難しいよ、あれは無理。インドアは無理。いいとこ投げるもん。あれ、すっごい打ちにくいコースだ。この
日本記録作るかいなっつ三振数の当たる気がしねえ。タイミング遅いな。なんであれ振るのって思うでしょ。振るんだよ。なんか一番ミンチーがアウトか。センター尾形を差し置いて山本浩二がセンターだもんね。ここだん。ここ危ね。ミンチーすごくいいピッチングしてるね今日。ミンチー後にロッテに移籍する。ミンチーこれ今入ってほしかったぞ。ちなみにこの青く見えてるところ、ストライクゾーンに見えてる青く見えてるところ、あれは、おーい、これはひどい。目測誤った。これもか、これは完全にヒットコースだわ。間には。あ、高橋祥子、はい。おー、カーチカーチカチカチ。聞こえるね、宮島さんの音頭。これはなんてこと言いたいぞ。間に合わんな。見えてきた、5回コールドが見えてきた。うーい立つか。これは取りにくいぞ。見えんもん。うー危ね。ヒット一本もなしか。江夏相手に最強横浜とも戦いたいな。遅いね、ちょっとタイミングが遅いね。ちょっと遅い。きつい。これでも効くんだ。よし、いいんじゃないですか。攻めてる攻めてる。引っ張りのバッティングがしたい。やっぱ守備が楽しいな。今守備ちょっと怪しかったけど楽しいな。ミンチこの強力打線を3点に抑えてるのはやるよ。なかなか。しかも守備の悪さで失ってる点もあるからね。そこそこカーブ低めボール気味。うわっ取れない。尾形間に合わんか。間に合わんね。絹笠ストレート、首を振ってストレート、もう一回首を振る首を振る首を振る首を振ってカーブ。ちょっとキヌガサー。5回コールドが見えてきた。このいやこれは切れる切れるこれは切れる切れる。俺の勘もそう言っている。5回、あーちょっとバックホームしないでって。あピッチャーお披露目できねえな。高橋良子変えとこう。ここで変えて先般広い気になりさせとこう。数々の先般プレーに俺から剥奪された。あれ高橋良子誰か左、あれ両打ちか。両打ちだわ。ちょっとくそ。
やりたい放題じゃんか。やりたい放題じゃんか。ここで2点以上取らんとコールド負けか。エナツから急三振。来いよ来いよ来いよ、打ち崩してやんよ。まともなヒットがここまで1本もね。東出の内野セーフティー内野安打のみという。見えてる見えてる、その手の球なら見えてますよ。外角のあのボール球のスライダーは見極めねんて。今見極めたけど、フォークだろ。よし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 、今の見極めるのは難しい。ロペス来いよ来いよ来いよ。あ、早く構えすぎた。フォークすごいな、見てほら、球種、これ球種なの、持ち球なんですよ。これここに表示されてるやつ、スライダーとフォークしかないからね。スライダーとフォーシックフォークしかないけど、こんだけ切り決まりだからね。いや、ボール球投げてきてるな。コンピューターもやるわ、ボール球。2点、2点取ってこのパーティーをまだ終わらせたくない。このパーティー、え、空振り。じゃあボールだったの今の。入るって、そりゃ2球種なら絞れるよ。カットのせー、ボール。おお、おお、これはあれかな、急に乱れたね。ルーキーズの江夏並みに乱れてるね。ルーキーズの江夏ばりに。見えてる見えてる。今のはね、あのカット気味の、カット気味のスイング。これはむずいよ、インコースの低めにこう入る、あれは。あー、むずい、それはむずい。外のスライダーは見極めれんて。このフォークもな、ボールだと思って見送って入ってるもんな。これは見える、高めのストレート。これ入ってるか今の、絶対打てんぞ。うわちこわざ、今の外角ストレートめっちゃ良かった。あれは振れ、あれは振れ。もう絶対おかしいよ、今のストライクとか打てるわけないもん。この宴が終わっちゃう。うわ今のも触れねえよ、ちょっと待って。たー完敗だ、コンピューター相手にこんなにブランクがあったとはいえ、ここまで完膚なきまでに。まあはい、こんなもこんなもんです、こんなもんです。コンピューターにコテンパンにしてやられました。はい、いいや、強いんです本当に。バッティングができてないわけじゃないんだけど、相手の配球が素晴らしいね。あのこの程度の画面で表現できるギリギリのこう心理戦の球を投げてくる、外角のボールかなと思ったからこうかすめてインその外の低めにこうスライダーが入ったりさ、それを頭の中で描いてるから、スライダーの軌道を頭の中で描いてるから、ストレート来てもついこう手が出るのが一瞬遅れて見逃し三振になる、あの金本の打席とかがさ、やっぱり楽しいな、やっぱ焼きつくな、よくできてるもの。投球割合からいくとほとんどストレートとかスライダーで 34% フォークボール、いいバランス投げてるもんな。フォークはこんだけしか投げてないけど、これも効くところで投げてんだな。そしてまあ対右に対左、全投球ストレートはもうバラしてるね。ここら辺ぐらいが危ない球、唯一は。でもストレート狙ったらもうダメだな、ほぼストレートは甘いところに投げてない。あ、これ見逃しか、球速は見逃しか、
これを見逃したってことか。ああ、全球で見たらまあ一応甘い球来てるってことか。スライダーも完璧だな。結局江夏が左だからこう投げてここに来てるんだよな。うん。こうここに集めてた。で、左ピッチャー、左バッターだったらこの外角にこうキュッと。いやー、うまい。いいピッチングしてますね。何なんだこの動画は。何が狙いなんだって感じだな。よし、ここまでだ。でも楽しかったな。やっぱ焼きつく楽しいな。もうだからそのあれだな、あのまた別のね、焼きつくの1年目から優勝シリーズでチームを作ったら、またそのチームのまた作ったオリジナルのね OB だけをかき集めたような選手チームを作って対戦して、今度は勝ちたいですね。優勝してその OB にも勝つっていう、歴代最強のチームを作ってみたいね。ということで、これじゃあまあ焼きつくの続編というかね、おまけパート野球遊でした。ほんなまたどこかの動画でお会いしましょう。ほんなまた、ビシッ。